Pioneer. Sega.一応一時停止してこうかな。古より続く戒律を破り、光と契りを結んだ横島なる者に裁きを下す。バイオネーター。はい、ということでバイオネッタ Day 3いきましょう。あれ？あれ、やっぱりでも日本語になってないな。いきなりボス？あ、ではない。ボス？おお。わお。わお。ノーヘル、ノーヘルは危険ですよ。あー、これ祭りでよく見るアトラクションじゃん、これ。壁面をバイクで走る。やはりやってきたようだな。止まってるんだけど。遠心力関係ねえのか。昔どこかで会ったかしら。それにどうやら私と同じ力を使うようね。一体どちら様？同じ力だと？笑わせるな。長い眠りで錆びついてるやつが何を言う。あ、足に銃が。こいつも目が覚めてからもう20年も経ってるのよ。ウォーミングアップはとっくに終わって、遊び相手を探してたところだわ。錆びてるかどうか試してみる？それはもうすでに試した。一本取られましたな、ベヨネッタ班。超絶ガニ股。お楽しみにしていたが、目覚めてからの20年をただ無駄に過ごしてきたようだな。そうかもね。確かに物覚えは少し悪くなっちゃった。よかったらいろいろ教えてもらえないかしら。2つの観測者、下手に出た。世界の目、この世の全てを司る力。正統後継者ジャンヌよ、一族の長にふさわしい戦士か否か、その力を今こそ示すのだ。組手の兵団を選ぶがいい。ではあの日陰者をここへ。それだけはならぬ。あれは不浄の血を引く者。あのような者との交わりはアンブラの崇高なる教義への冒涜に他ならぬ。何、もう何度も手を交えている。何だと。さあ、この正式な場で決闘。興味ないわ。ただし景品でももらえるなら話は別よ。そうね、ぬいぐるみがいいわ。
え、回想シーンなのに戦わないといけないの。 When the moon shines bright in the sky, face a wall and press space to witch walk。 あ、壁歩けるんですけど。何この重力無視。プレス G ワイルジャンピングトゥキャンセルビッチ。あ、こうすれば、あー、なるほどね、グラビティがオンになると。へー、あ、これが楽しいわ。壁を歩ける。ちょっと待って待って、ここが床なんだな。あー、待ってください。待ってください。ちょっと俺はこの壁歩きを楽しんでいるところだ。今俺は。いいよ。あ、そうだ。鉄断庫。あれ、出なかった。ん、どこだ。どこ行った。どこ行った。見失った。いた。鉄山鉱。おー、出た。鉄山鉱。鉄山カウです、これが。鉄山鉱。あれ、鉄山鉱出ないか。鉄山鉱出したい。せっかく買ったテクニック、金で買ったテクニック。あら、え、負けた。俺負けてない、これ。俺負けてない、これ。あ、もうストーリー的にこうなる宿命なのか。なるほど。ジャンヌ、昔のライバルか。鉄断庫。わあ、鉄断庫と同時に拳が出るな。Tチェック。There went the stairs. I won't be getting across this way anymore. Let's move without using my... あ、じゃあなんか、何らかの力によって、向こうに渡れるのかな？魔力によって。壁歩きとかがもしかして使えたりする？あ、使える。あー、なるほどね。え、わーわ、気持ち悪。わー。ちょっと、またムービーに入った。いや、そういうわけでもない。あ、食らっちゃった。あれ、どこだ、敵。あれ、敵死んだ、もう。あ、まだいるわ。おお、自然に出た、鉄断庫。あ、ヘイローがないと技が覚えられない。なんかこのヘイローはですね、難易度が高ければ高いほどたくさんもらえるみたいなので、なのでベリーイージーでやってるようなカジュアルなプレイヤーにとってはですね、あんまりいろんな技が買えないっていう、そういう制約がつくわけですね。
なんかムービーシーンのちょっと挿入が多すぎる嫌いがないわけでもない。オープンくらいいよな、やっぱりな。モンハンよりもさ、ずっと前のゲームじゃん、これ。だって、12年くらい前のゲームのはずなのに、やたらとグラがいいんだよな。なんだこれ、PC 版用にちょっとなんか、あれしてたりするのかな？ブラッシュアップというか。これ壊せないの？これ。シフト。アクティベート。ああ、何これ。何が起きてるんですか、これ。よくわからない、よくわからないんですけど。なんか、実績解除要素が結構多いな。エンター、オッケー。違うね。キャンセル、キャンセル。エグジット。This one should there is the way through it. If I were to unleash some temporal witch power on me.My situation will suddenly improve. テンポラルウィッチパワー？どういうことですか？やっぱりこの像がなんか鍵になってんのかな。他ちょっと調べてみるか。 T で。壁歩きは使えないですね。これで抜けろってことかな。あ、抜けた。はいはい。なんか今ヘイローがもらえた。あ、こいつら殴るとヘイローもらえるのか、もしかして。そういうことか。待て、おい。あんな、アホみたいに当たらんな。あ、でもちょっと、やっぱ当たるとちょっともらえるのかな。
なんかムービーシーン多いね、ほんとこのゲーム。そんなに入れなくてよくない？1ステージと1ステージの間に少し入れるぐらいでよくね。イケメン！ワオ！This イケメン。僕らの出会いは運命だ。誰にも邪魔はできない。What the hell？ ブラックジャック持ってますが。さようなら。この香りは司令の花か。こいつはフローラルブーケの名香だ。ローズマリーが織りなす甘い香り。その花言葉はご存知の通り、記憶、思い出だ。うん。つまりお前には似合わないってことさ。なあ、ベヨネッタ！お？出るのか。ふざけるんじゃねえ！あんたがここにいるってことは、エンツに仕掛けた盗聴器は一つだけじゃなかったのね。うわ！お利口になったじゃない、勇敢なチェシャ猫ちゃん。猫扱いするんじゃねえ。俺の名はルカだ。今度間違えたらただじゃおかねえからな。あっ野郎、どこだ。あの日のことは忘れねえからな。この目に焼き付いてるんだ。正体は分かってる。ベヨネッタに父親を殺されたということか。俺のことをだが俺は知っているんだ、真実をな。そう、この匂いだ。親父がお前に殺されたあの日も、辺り一面にこの忌々しい匂いが漂っていた。この町には何かが、真実に迫る何かがな。一つだけ教えてあげるわ、チェシャ。俺の名前は、あ、見えてないのか、こいつには。いい線いってるけど、私の香水にローズマリーは使われてないわ。だってあれは魔除けの香りだもん。ははお、空中鉄弾鋼出た。あー楽しい。あ、なんか武器ある。やっとこ、とりあえずアイテムを大量に。おおおおおお、
いや、めちゃ楽ですね、やっぱ。やはりめちゃくちゃ楽。クリックしてるだけでゲームが進んでいく。その、やっぱ、ベリーイーズイはちょっとやりすぎたかも。あ、ちょっとなんかこれ、中ボスじゃないの、これ。いや、大ボスか？わからないけど、大ボスに鉄残光は効くのか、やってみましょう。あれ？あれ？なんか入んなかったな、今。ヘイロ、ヘイロ。あ、え、もう終わっちゃった？あれ？大ボスは？中ボスは？後ろぐらいことがあるやつほど逃げ足が早いもんだぜ。こんな風にな。だが俺から逃げられると思うなよ。逃げてない。実は逃げてない。あれ、拾い忘れたヘイローとかねえかな。ないか。まあいいや。あ、なんかどっかからヘイロー来た。え？なんか投げ銭的な感じでヘイローどっかから飛んできたんだけど。何ですかね、今の。あ、車投げて使うこともできるんだ。なるほどね。あれ、俺こっちから来たよな。こっちから来たんだから、こっちに行かないとダメか？ちょっと待てよ。このドアか。違う。これか。あれ？こっちの通りか。ヘイロー壊しまくれるんやな、この辺の洒落たお店なんかも。あーすいません、どうもどうもすいません。グラセフっぽくなってるけど。あれ、このドア硬いの。え、なんすか？おお。え、あ、なんか引かれたんだけど。わあ。おお。機械よの、エンチャント、エンジェルス。え。あ、やべ。近づいて殴らないとダメか、こいつ。あれ？あっという間。あっという間。あ、結界が張られてる。ってことは、また敵が出てくる。このように。おーっと、中ボスっぽいの出てる。なんだなんだ。でかい。
2体いるの。おおおおおおお、だから鉄弾鋼で吹っ飛んでくれない、こいつでかいから。よろめきはするんだな。でも一応クライマックス。てか最初からこの技出した方が強くね。あ、 TT 押せばいいのか。うおーうおー、押せば押すほどなんかスコアが伸びる。はいはい。あ、またゴールデン LP 出た。もうあれだね、あのこのゲーム分かりました。結界がところどころにあって、そこを通るためにはボスっていうか中ボス的なやつを倒さないといけなくて、結界を破るときは投げキスと。うん、またこのゴールデン LP をあのなんだっけ、あのあいつのバーに持っていったらなんかくれるんでしょう。いか、はい、モンハン。うおお、右クリックだとどうなるの。あ、投げた今もしかして。あーあ、なるほどね。壊せる対象があったらそこにぶつかってで戻ってくるんだ。なるほど。この結界が破れたからここ行けばいいのかな。 T リフト、これは、あ、宝箱か、これただの。ここはなんか意味ありげな階段。あ、どうぞ。特に何もなさそうだな。こっち行けばいいか。ああ、一応炎でちょっと食らうんだ。なんか注射器みたいの浮いてますけど、ヘッドホットショット。コリジョン、ストリートか。Everything is covered by rubble as far as the eye can see. This path seems to have been made in. あー、こっちはじゃあもう塞がってていけないよってことか。このトンネル俺さっき通ったんだよな。で、こうやって降りてって、列車事故が起きてって感じだったから。ここは抜けられない。なんか抜ける方法あんのかな？いいか。ん？なんかある。開かない。こ、あ、こっち普通に行けんのか、もしかして。あ、行けた行けた。おー、え、グラ普通に良くない？このゲーム普通にグラいいんですけど。猫だ。猫動かないのかな。
死なないし、あ、動いた。あー、ゲイツオブヘルか。あー、まあとりあえずノーでいいかな。ノなんか一瞬で一瞬で本当はこいつらもっと強いんだろうな多分。あ、これでドアが開くんですか。開きそうだな。対岸のあのテンプルにつながってるみたいな感じの話だけど、ここでもなんか像が復活したからここ入れるんじゃないの。あ、なるほど、これでさっきと同じ感じか。これでここを、ん？あれ？思いっきり失敗こきましたけど、これ普通にこう行くと多分ダメなんだよね。あ、あ、行けそう。あ、普通に行くと足が遅いから無理ってことか。はい。すべての事情を飲み込んだ。このウィッチタイムの間に、こう橋を作って、走り渡ると。よし。綺麗ですね、いちいちグラフィックが。あ、なんかゴミ箱なんかありそう。Nothing! Nothing! もう一個。Nothing! よし。これは入れるだろう。うぃ。ふぅ。なんか、ムービーの入る頻度がちょっと高すぎるかもね。グラはいいんだけど、もうちょっとまとめた方がテンポが途切れずにいいかも。誰？子供にビビってんじゃねえぞ。子供じゃない。なんかメガネのツルがないんですけど、ツルの部分が。その服、この町の子じゃないわ。鼻に乗せるタイプのメガネかな。
そしてまた回想ムービームービーちょっと多すぎるかもね、このゲーム。半透明化け物。なんか見たことのない視点になってますよ。ていうか、あ、頭2つあんのかこいつ。スケールがでかすぎる。ノーボーナスって出たんだけど T 押し忘れた。なんかマウス触れって言ってる。あ、マックスボーナスなんなんだこのゲームシステム。あのさ、パチンコ屋のさ、あの大当たりのリーチの時にさ、なんかボタンを押せみたいな台があるんですけど、あれを必死になってなんか叩いてるさ、無職のおっさんと同じ気持ちが得られたわ今。回せばいいのこれみたいなさ。わからないまま、わからないまま回してたらくるくる。ちょっとあれだね、ムービーシーンが、ムービーがね、リッチなのすごくいいことだと思うんだけど、ちょっとなんか、あれ、なんていうのかな。やりすぎな感じもある。あれ？ヘッドじゃないの今の。え？残り 28？ あー、2ポイント足りないんだ。じゃあもうエクスチェンジか。あ、でもヘイローになるからいいのか別に。てかアイテム買わないでヘイローにした方が技いろいろ変えるからいいんじゃないか。あんな使わないアイテム買うより。チャプターいくつまであるんだ。ちょっと調べちゃっていいかな。平均クリアは12時間ぐらいらしいんですけど。ベヨネッタチャプター。あ、チャプター16まであるんだね。なるほど。うん。なんかこのローディング中に技の練習ができるらしいんだけど、 Steam 版はロードが早すぎてね、練習が全くできないっていう。うわでかい。あんたみたいな冴えないやつが私と契約なんて釣り合うと思ってるの？それにしてもあなたずいぶん
個性的な顔してるのね。どこかで会ったかしら。どこへ行くの？私の話がまだ終わってないでしょ。魔女家業も大変でね。地獄のお友達がお腹が空いたってうるさいのよ。あんたが獲物なら奴らもきっと満足するわ。マグマが湧き出してきてますが、こんなちょっとコンクリめくったらすぐマグマってやばくない？やばすぎないこれ。あ、なんだなんだ、ここに結界がある。はいはい、当たってね、全然当たってね。あ、なるほどね。なんか勝手にこのなんかフィニッシュムーブが映るときっていうのは、そこのエリアの敵を全部倒した時なんだな。熱っ。なんかあるぞ。あー、弾か。なんかどこにも行けなくない？あ、こっち？ん？違うか。あ、こっちか。こっちだな。と思ったら後ろからマグマが。オーマイガーシュ！オーマイガーシュ！ちょっと逃げていいですか。ああ、挟まれとる。おお、蹴られてる。いや、ちょっと見えねえなこれ。あ、見えねえ見えねえ。個性的な、個性的なモンスターですね。モンスターっていうか天使か。弾撃ってくるんだこいつ。わあ、オーマイガーシュ。死なねえのお前。よいしょー。あ、割れてるんだけど LP。 今回 LP 割れてますけど。あー、イソバーンエンジェリックインメンスゴールド LP っていうリティック
クリーンリー、綺麗に2つにクリーンリーって感じでもないけど、あ、宝箱ある。これは一応開けといて、あ、なるほど。あー、なんか入ってる。おお。あー、こういうなんか探索を地道に全部やっていこうとすると結構時間かかるかもね。これ通れんのか、これ。これ、こう？これ通れないか。これ通れないか。行くしかないか。なんか今すごい処理落ちっぽい動きしたけど大丈夫なの、これ。あれ、これなんかさっきと同じ街並みになってないか。あ、さっきもこうだったよな。あ、ここはいけないんだ。結局ここ行けないんか。あ、結局ここは通れないんだ。じゃあさっきと同じトリックだとしたら、これでこっちか。あれ、うん、崖が崩れてますと。なんか別の道あるはずだぞと。壁ではない。あー、ちょっと待って、溶岩踏んでる。やっぱりあのウィッチタイムを使って、あ、この吹き出るのが収まってる時に走り抜けるのかな。今だ、ウェイ。あった、開けよ。あ、逃げていく天使が。あ、天使よ。サーフィン、サーフィン、サーフボードのようにして。あれ？これどういう状況になってるの？これ。あ、一応できんのか。これは。ん？これはどこ行けばいいの？これ。あ、こうか。こうですか？こうですか？合ってますか？こうですかね？いやー、でも行き止まりだな。おう、なんか起きてるってことはこっちで合ってるな、多分。いて、よっ。おお、グラフィックよ。溶岩流の流れがまずやばいな。あ、あれ、こっち行けないな、これ。こうか、こう行けばいいのかな。こう行って、はい、ここまで来ました。ほい。またノーボーナスだよ。あそこで T とか瞬時に押さないとダメなんだな、多分。
ボス戦かな。いや、さっきと同じやつか。だから2体か。食われてる。鉄残庫を外した。鉄残庫は当たり判定謎だな。勝手に当たってくれる時もあるし、当たんない時もあるし。うわー。普通にやっぱね、グラフィックがいいですね、このゲーム、マジで。オッケー。ん？とっと。まずは雑魚戦。本当はこいつらもっと強えんだろうな。あたあたた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 た。おー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 、やっとるやっとる。ビグリッド、カタコンブス。なんかオートセーブ働いたぞ今。右にチラッとセービング出てたの俺見逃してないからな。クローズ。これは普通に、あ、普通に渡って、ほい。ここ、入っていいのこれ。入るよ。チェック。エインセントポータルライクオブジェクト。Even my evidence of the turn, this ancient civilization created in the catacombs below. Below?同じだな。なんかエビデンスを探せということですね。落ちたりしたらできない。あ、落ちられないのかこれ。あ、落ちられた。え、あ、死んだことになった。スタイリッシュ飛び降り自殺になっちゃったよ、ただの。なんか、どっか行けるとこあるかな。あ、こことかか？違うか。あ、あかん。あ、てか右に右に橋あるじゃん普通に。完全に見落としてたんですけど。あー、オーマイガード。え、これどうすんのこれ。石の橋が落ちてしまったと。ラバの海、溶岩の海しかねえ。
もう一回調べるか。あ、はい、これ投げキッスです。投げキッス今回ないか。あ、ポータルが出た。おお、はいはいはい。でここに入れば向こうのあのリングのところに、ポータルのところに出るのかな。すっ、おお、え、あ、ちょっと戻ったつもりだったんだけど俺。うわー、パラディスト、パラディスに来ちゃったよ。これ戻ったりしてもいいんかな。あ、戻ったらやっぱこっちか。うわー、この地獄絵図から一転パラディスト。いや綺麗、綺麗すぎる。何ですかこの空間。なぜかずっと羽が降り続けている。リフト。あ、この水の中を泳いでいけるとかそういう感じ？あれ？落ちちゃったけど俺。落ちてしまいましたが。落ちましたが、え、あ、水の上歩けるの普通に。え、どういうことこれ。もしかしてバグで来ちゃいけないところに来ちゃったとかそういうことないよね。あ、大丈夫だわ。あ、戻れた。これで、どうウィッチタイムを生かすのかよくわからない。これ、落ちたらダメなんかな、もしかして。こう、ジャンプでいけってことかな。いや、でも突き抜けるよね、やっぱ。乗れねえ。いやー、グラいいんですけど。え、グラめちゃくちゃいいんですけど。あの、これ言ってはいけないかもしれないが、モンハン以上ではないかという気がしてきましたが。テンションが上がって鉄球を振り回してしまう女。ありがち。なんだこいつ。ちょっと待って、笑ってる場合じゃねえな。ウィッチタイムにして、あ、歩けるわ水の上。はい、抜けた。ん？なんか、レバー。え、なんかこ、壊れちゃいけないもん壊れてないこれ。大丈夫？ユース？なにこれ？え？おぉ、グラフィック！え、グラフィック良くねえ？何このゲーム。色綺麗やな。 It seems like the strange hourglass is able to turn back the sands of time. 時の流れを戻せる？この砂時計。What once
was broken is now whole again. I wonder if that power stays true in other dimensions as well. 他の次元でもこれが使えればっていうことか。よそに持ってけばいいのか。じゃあこのレバーをこう引くと砂時計が手に入るから、これを持っていって別のところで、つまりさっきのあの溶岩の町に戻ればいいのかな。その前にちょっと少しルートしていこう。この面、あ、やべ、落ちた。やべ、落ちちゃった。いやー、この面めっちゃ綺麗だな。めちゃ綺麗ですけど、モンハンより綺麗じゃない？マジでくっきりしてて。まあいいや、こっちの世界持ってってユーズするぞ。俺はユーズするぞ。ファー、イエー、あ、なんか迫ってきてる敵が。これ振り回してるだけで強えな。スケールがでけえな。モンハンよりも相当スケールがでかいこのゲーム。まあ、あの巨大感があるというのかな。モンハンでさ、でかいモンスターって言うとさ、まあネルギガンテとかさ、デノジーバとかいたけど、そんなのよりもっとでかいから、なんか、あ、でかいことやってるなっていうそういう気持ちにさせてくれる。あ、ちょっと届かないかな、これは。あれ、死んだことになってない、これは。え、死ん、コンティニュー、イエス。え、これゲームオーバーの概念あんの。こっちで道合ってるかな？合ってんのかな？おー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 おお、ラバ玉がランダムリーに。これは登れそう。ふいふい、二段ジャンプ。もう一度。宝箱はちゃんと開ける。これ、こっちか。てか残機の概念あんのか、これ。残り何機みたいな。
上がればいいのこれ。あ、そっかそっかそっか、そういうことか。月の光が差してるから壁が歩けますよっていう、そういうことか。危ね。月が光、月光が差し込んでるので壁を走れるっていう。あ、あー、なるほどね。これは何でしょうかね。これまっすぐ行っていいんですかね。二つ道がありますが、こっち見てみっか。あ、ほい。こっちはチェック。It is wrapped in flames. It doesn't seem likely the fire will dissipate. とりあえず街は炎に包まれてますよっていうことで。ここから向こうには行けない。こっちしかない。いいっすね、この霧の表現。おお、でっけえ、なんだこの巨大建築物。おお、かっこいい。なんか様に、絵になるなぁ、このゲーム、マジで。チャプター3。出ました。え、なんか、ああ、見えてるか。あ、弾を兵糧にすることもできんの。そっちの方がよくね。どうしよう。そうした方がだっていろんなテクニック変えるからな。チャプター4。カーディナル・バーチュー・オブ・フォーティチュード・セーブ。これセーブデータいくつまで、あ、すげえ。30個セーブポイント作れるんだ。そんなにいらねえよなって気もするけど。で、ちょっと、ゲイツオブヘルに行ってですね。また天使の歌声か。お前も人使いが荒いぜ。まあ、俺もちょうど退屈してたところだ。人暴れしてくるからちょっと待ってな。このバーさ、必ずクラシックの名曲かかってるね。少々手こずっちまったが、仕上がりの方は今の多分月光で、こないだかかってたのはちょっと曲名わかんなかったんだけど、シュラバ、シュラバ。でもこれお高いんでしょ。あれ、シュラバは、シュラバはもう、え、シュラバどこにあるの。シュラバ可愛がってやんなっつって売ってなかったら買えねえじゃん。
テクニック買うか。6万あるからな。これどういうやつだ。 Launch into the air with a spinning punch。 パンチしながら空中に飛ぶの。 Can also be performed in midair。 Wicked punch can also be summoned。 This depleting your magic gauge。 マジックゲージなんてあんの。いや、とりあえずトライしてみよう。パンチを A をしながら、あ、昇竜拳だこれ。昇竜雑魚キャラには当たんなそうだな。周りにあれか、弾撒き散らすから別にいいのか。どうしよっかな。アンブランポータルキック、キック A をしながら、 A をしながら、同時を知ってことかこれ。これどうして敵に、どういう理屈で敵にダメージが入ってるのかよくわかんないんだけど、なんか上から降ってきてるのかこいつ、よくわかんねえな。鉄残光の練習しちゃうんだけど、どうしようかな。ヒールストンプ、後ろ、ん？バックワールトゥーフォワード、あれ死んじゃった。ああ、なんか地味だな。これ順序よく押さないとダメなんだな。なるほどね、うん、ブレイクダンスかな、これは使いでいいでしょう。バイ、上流拳よりはこれかな、ポータルキックかな。これ買って、あとまだ3万あるぞ。ヒールストンプ高い割にそんなでもない。これなんだ？あ、これ結構良かったやつじゃないかな。エネミー。これですか？ああ、使いどころ良さそうだけど。使いどころは多そうだけど、これ押しながら出すの結構難しいな、これ。難しいな。ヒールスライドでいいか。これ結構良かったはず。
いいね。採用。これ採用です。エアどっち？ビューティフル。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 これまあ上手い人はこれあった方がいいんだろうけどな。俺ベリーイーズィーだからこういうのなくても敵そんな強くねえんだよな。これいいか。これは別にいいか。よし。お金貯めとこう。コリッセウム。どうしよう。この増進士コーバー。ビルガンサーヴィア・ボーゲーモー。ヴィクトロゾーヘタイ。エンナ・パピア・ヴィタアーブ。久しぶり。よっぽど縁があるのかしら？ロスト・アバンド・ハブ。ヴィラ・ユー・ハン・ベアメント。アスク・モア。今度こそ私が満足するまでおもてなししてくれるんでしょうね。ゼロマンス、アパイオーズ・バルティナー、ナンス・シャープ、バルク・ソーツ、エンナ・サーク。失礼。私があんたたちを狩る理由話したかしら。その顔がどうしようもなくムカつくからよ。マドレナ、ダブルチダーツティア、カミコス。黙りなさい、鳥頭。買ったばっかりの技。惜しげもなく使っていく。よいしょ。でかっ。ちょっとでかいですね。ゼノジーバとか比較にならないぐらいでかいですね。あれ飛んでしまいましたけど、あんなところに。お、なんかやってくる。R。もう引きずり下ろしてきた。T を連打、T を連打、うおー。T を連打、T を連打、うおー。もう一回だ、あー。マックスボーナス。あ、首がちぎれてしまいましたね。まだ生きてんのか。ダメージ入ってるかこいつ。ダメージ入ってる感じがないんだけど。ああ。
この竜の頭みたいなところを攻撃しないとダメなんかな、もしかして。どうやらそうだな、どうやらそうやな。あ、違うのか、違うのか。あ、ピヨってるピヨってる。今だ、やるなら今しかね、やるなら今しかね。また上がってく。あれは引きずり下ろすやつかな。なんで非常に下ろしてT 入れんだ、 T 入れんだ。もう一回来るだろう。はい、T 入れんだ。はい、首が切れた。本当にあのクリックを連打してますけど、クライマックス。あれ、今度はなんか鳥みたいな感じの形態になってるんだけど。うおーうおー、すーげーグラ、すーげーグラ、マジで。え、可愛いポーズしてたけど今あら素敵、いい男になったじゃない。顔空洞になってますけど。噂？何の話かしら。主神ジュベレウス、それがラスボスか。多分あのベヨネッタの駒を地図上で進めてるやつがこの若元なんだろうね、父親。なんで逆立ちしてるんですこの顔。そういうモンスターなんだよ。信房さんどうもこんばんは。もうチャプター4か。できればあと1日か、今日明日中とかでできれば終わらせたいなっていうところですけど、これは打たない、打たないでヘイローに変換する。
ヘイローに変換してゲイツオブヘルで買い物する。このね、地図上でなんかこう駒を進めてんのが多分レオネッタの父親だと思うんだよな。やお、調子はどうだ。武器を売る店は他にもいろいろあるが、うちが扱うのは芸術品だけだ。さて、いやー、オニキスまだ買えないんだな。ええわ。やっぱ銃の威力上げたいけどな。サンライズ&クレッセントバレー。ここはどこかしら。調子に乗ってちょっと飛びすぎちゃったわね。いや、ほんとグラがいい。どのステージもね、やたらとグラがいい。おおおお、危ない危ない、ほい。天使たち、やばい。あのベリーイージーモードでもですね、このように落下死というものがあるので、あのあんまりね、ほらー、あー、課金してよかった。カシャッ。落下死があるからね、あのなかなか侮れないですよ。ここは入れないのかい？チェック。There is a powerful barrier here, but something on the other side is giving me a strange sense of déjà vu. パワフルバリア。でも逆側の何かが、デジャブのような感覚を私に与える。お、なんかベルセルクっぽい感じの。そうでもないか。グレイス&グローリー。え、あー、万力みたいなもので、いけませんよ、それは。あー、うん、ギリ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 。あー。これもまた、あれか？これもまた、うおー、マウスと回すと、回すと、120。あー。LP ですか？ LP の破片で、封印が解除。はい。ゴールデン LP のかけら。ゴールデン、うん、ゴールド LP か。こっちに行くと、そうですか。いや、そうそうそう。ベリーイージーだからってね、舐めちゃいかんよ、このゲーム。そう簡単にはね、クリアできないようになってるから。
ヘイロー、ヘイロー、ヘイローくれ。ほい、ほい、ほい。おお、つえ、俺つえ、俺強すぎ、俺強すぎ、ワロタ。このね、ムービーの挿入がちょっとね、多すぎるかな。ちょっとね。映ってね、人間には見えないのですよ。何しやがる。口紅をしない女の子はともかく、女の子のいない口紅なんて不思議な話ね、チェシャ。あんたみたいな間抜けな子がこの町で無事でいるのも不思議な話だわ。あ、はい。この俺の名はルカ。ルカだ。お前みたいな奴に心配されるほどこの俺はヤワじゃねえ。確かに500年に一度の復活祭とやらで町は限界態勢、ネズミ一匹入り込む隙もねえ。説明的なセリフ。色男のルカ様はどこだって顔パスなのさ。人を平気で殺せるような奴は一体どんな手を使って入り込んだのやら。あの女の子、昔どこかで。私は可愛い娘、あの子は未来に繋ぐ鍵。原作はルカと会った前後くらいから始まってた。あ、そうなの。頭を抱えるにはまだ早いぜ。お前がこの町へ来た目的は分かってる。この町にはお前の真実に迫る何かが隠されている。そいつを見つけて取り戻そうってわけだ、うん、お前の呪われた過去をな。はあ、その大事な宝物が見つかるのが楽しみだぜ。それじゃあその宝物が見つかったらあんたにも分け前をあげるわ。それまであんたが生きてたらの話だけど。生きてたら。お前みたいに生きてるかどうかも怪しい奴に言われたがないぜ。真実は常に一つ。その真実をないがしろにするような奴は死人も同然だ。お前が姿を隠しても俺には見えるぜ。たった一つの真実が、親父を殺したという真実がな。ん？信じる者がいなくても真実は誰にも拒めない。いや、あの声の主は消えていく真実をこの手で救い出し、その真実がお前を白日のもとにさらし出す。それが俺の勝利の時だ。これは復讐なんて安い話じゃないぜ。お前のような残忍な魔女とは違うからな。おおっと、どうしよってんだ。白昼堂々やろってのか。目撃者いないしな。お前が悪党だって証明するんだ。目撃者ゼロだからな。可愛い子ちゃんたちがお前を吊るし上げるぜ。クレアに、トリッシュ、シルビアや、そうだ、アミーも。あの子は怒ったら怖いぜ。ガブッと一神だ。わかった、部屋。わったへよ。18禁展開来る。もう来なかった、来なかったわ。ピアレス警察だ。あ、やべ、
あ、食われてる、食われてる。R。はい、どうも。ああ。はい。あ、これは投げキッスで、はい。よし。鉄弾庫。鉄弾庫強。鉄弾庫。鉄弾庫を吹っ飛ばせるのが強いですね。とりあえず距離を取れるっていう。鉄弾庫。あ、鉄弾庫をするとヘイローもしかして下に落ちちゃう？それはちょっと予想外だわ。鉄弾庫あるんですよ、このゲーム。ターン。何の歯車かよくわかんないうちにターンしてますけど。何ですか、これ。あ、夜にしたの、強制的にこれ。あー、グラ。グラー。グラー。チェック。回した後でチェックするやつ。これ歩けるんかな。歩ける。いいんですか、これ歩いてって。え、でもこれ以上なんもなくない。あ、中を通ると、なんすかこれ。あ、銃撃てるのこれ。あ、なんか別ゲーになってんだけど、これ。なにこれ。なんか、アフターバーナーみたいになってる。アフターバーナーみたいになってるんですけど、これ。アフターバーナー的な視点のシューティングになりましたけど。はい、着陸でーす。えーい、ウィンドミル、ウィンドミル、えーい。おっ、いい。おー、なんかこういう昆虫いるよな。こういう昆虫。ハーモニー。ハーモニー。おぉ。待て、ヘイロー集めを邪魔するな、お前らは。待て、ヘイロー、ヘイロー、ヘイロー。ヘイロー。おお、鉄弾庫フィニッシュ。そしてゴールド LP。 はい、これ武器なん、これ。おお、こんな武器もあるんだ。あれ？宝箱の中身は？取れたかな？なんかこの辺に、ただの草か、これ。ただの草か。おっと？あ、これダメージ食らうんだ。避けゲーじゃん、これ。
Oi. Check. This must have been used during the training of witches. Stepping on it gives hints of some sort of faint movement. Training of witches の最中に使われないとダメ。あ、なんか。あ、そっか。あ、雨が降っちゃってるから。壁歩きができないのか。もしかして上から踏めってことか。これそういうことだな。この思わせぶりな思わせぶりなこれは踏むぞ。せーの、あらよ。いやいや、おー、いいグラ。いいグラ。いいグラ。ちょっと、この辺で一服入れますね、私は。いいグラを、しばらくの間、お楽しみください。AFK。テキスト。AFK テキスト。これを、これじゃないわ。そうですね。これを、こうですね。よいしょ。よいしょ。まあベリーイージーだとあれだな、なんかこう適当にガチャガチャやってるとストーリーが勝手に進んでいく感じだから、さらっとやりたいなと思ってた俺にとってはちょうど良かったかも。お、ネズミは倒せないのか。あえてこの視点で、この視点で見るって。お、かっこいい。おー、
ナイトみたいなの来た。アードア、アードア。終わってしまった弱かったアードアさん弱かった。体力もそんなない登場めっちゃかっこよかったのにな。登場もデザインもかっこよかったのに。あいつこれずーっと上がっ、あれ切れてるじゃん。あれあれあれ、ここかもしかして。違う。ん？あれ？閉じ込められた？あれ？おや？おや？この、この迫力よ。ベヨネッタのこの、この立ち姿の迫力。この迫力。目力。いや、まあ、それはいいんだけどさ。途切れてるんですけど、これ。これ。あ、もしかして、ジャンプで、柱に乗るのかな？こう。あ、やべ、乗り損ねた。あ、違うか。なわけないか。ここ開かないの？ここ。ん？もしかして、あ、でも月の光は差してないから、壁歩きはできないもんな。あ、できた？あ、できた。壁歩きできました、普通に。できましたけど、何なんですかね。グラいいんですけど、グラがいいんですが、これは？あら、入れない。そうですか。いやいや、すごくね、このグラ。あ、なんかここ乗る感じになってる。あ、なんかあるぞ。レバー的なものがあるぞ。これ。レバーとベヨネッタ。今月の一枚。よっこいしょ。あ、天窓が開いた。開いた。あ、なんか見えてる。これで、これでもしかしたら、ダメですね。
これは、あ、天窓が開いたから壁また歩けるっていうオチじゃない。ではない。あれ、これどうすればいいんですかね。What？ やっぱこっから出てくのかな。でもスペースをしても壁歩きができないから、あ、二段ジャンプで出られる、これ。あ、なんか妙にここだけ操作性悪いんだけど、妙にここだけやたら操作性悪いの、なんとかしてくれよ。ちょんちょんとやって、ほい、あれ、あ、ちょっと、ほい、出た。あら、なんか像があるぞ。これはあれか、ウィッチタイムすればいいんだな。ウィッチタイムすればいいんですね、これ多分ね。あれ？戦い？あ、戦いが。出た出た。出た出た。はーい。はい。はい。くり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 。はい。はい。はい。120。マックス。はい。ヘイロヘイロ。これで。スタチューが復活してウィッチタイムをやれるようになるのかな。ウィッチタイムを、やっほい。さ、さ、この隙に、この隙に降りて、抜ける。はい、抜けた。下は降りられるのかな。下も行けるね。下と上どっちが正解だ、これ。まあでも基本的には上だわな、こういうゲームって。おお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 。あ、なんかムカデというかヤスデみたいのが今見えましたけど、元の道に戻りたい。ほい。おう！ What？ え？え、これ負け？負け扱い？あんな、わからん殺しされたんだが。わからん殺しされたんだが、こんなんわかりませんよ。ベリーイージー。今月って絶対来月やらないでしょ、あなた。なんとかしなさいよ、総中コンプロ。いやー、てかさ、今の、初見殺しすぎない？今の、さすがに。さすがに初見殺しすぎるだろう。無理よ、あんなん。あんなことされたら。これさ、後ろに引けばいいのか？ええー！
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、もうやばいじゃん、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 やばいだろって、これもう亀裂のスピードが、ここは二段ジャンプで、はい、落ち着け、落ち着け、あ、蛇になってんのかな、これもしかして。あ、蛇の像なのかな、あ、おっと、スタイリッシュ。うわー、はい、結度アップ。インスパイアード。インスパくん出てきたよ。まあ、俺の敵ではないけどな。来いよ。来いよ。はい、ブレイクダンス。いえなんか、持ってる武器のせいで顔が隠れてたんだけど。よくねえな。マジウケるなぁ、このクライマックス引きちぎれ、えい、はい、うまうま、丸飲みですね。はい、満足して帰っていく。ヘイロヘイロ、いやー全体的にグラがいいな、モンハン以上にグラが良い。あれ何ですか、これあれかな、ゲートかな、ちょっと入って、あれオニキス、オニキスなんたらっていくらだっけ、買えないかな、5万以上あるけど。ベリーイージーだからって簡単にクリアできると思わない方がいいって言ったのはあなたですよ。いやでも実際にベリーイージーで、プレイしてみたら、マジね、敵との戦闘は、もう何も考えなくていいね。適当にガチャガチャガチャでやってたら、15秒ぐらいで敵死ぬから。めっちゃ楽。少々手こずっちまったが、毎回すごい出血してんなこの人。さあ思う存分こき使ってやりな。今使いたいんだけどな。あ、12万、しかもオニキス、オニキスすら買えないんだけど、5万4000ぼっちじゃ。いやまた来まーす。無言で帰っていく。高っ。高いなぁ、マジで。なんか、操作性がやたら悪くなったんだけど、この俯瞰モードになってから。邪魔くさい。ほい。また同じやつかよ。あれ、食らった。なんか、鉄残光勝手に出るときあるな、コマンド入力してなくても。あ、今は出たか。あ、何今、決め技何だったの？
銃による通常攻撃か。あ、そっか、俺こっちから出てきたから向こうに行かないといけないんだ。うわ、手出し投げ。フェンス has been exposed to the elements, weakening it considerably. Just a little bit of effort should knock it right over. 殴ればいいの？あ、本当に殴るだけだって。お、What? おお、ああ、かっこいい今回も。おお、まがまがしい、まがまがしいな。え、これ何、走り抜けろ系、これ。そのようだな、どうやら。いいスペース。あれ、どういうつもりだ。邪魔なのは貴様らの無能な手下どもだ。私は私のやり方でやると言ったはず。貴様らの手出しは無用だ。この町へ来て少しは勘を取り戻しただろう。ジャンルが出てきたよ。あなた何者？まさか生き別れたお姉さんなんて言わないでしょうね。姉だと？馬鹿げたことを言うな。私とお前はアンブラの魔女の頂点という至宝をめぐって争ってきた。お前が長い眠りから覚めた今こそ決着をつける時なのだ。なるほど。寝ぼけているのか。ガン型、完全にガン型の影響を受けているこのゲーム。何なんですかねこれ。何なんですかねこれは一体。本家ガン型以上に変態度が上がってる感じがしますね。リベリオン、作った人の趣味です。またくだらない真似を。思考も悪くはない。ん？ついにこいつとの戦いか。お、強そう。大丈夫だ。
倒せた。ジャンヌ普通に倒せたんだけど。ベリーイージージャンヌだ。この程度か。何を恐れているのだ。恐れているですって？私が？どうやら時間の無駄のようだ。その様子ではな。While running, press A twice quickly. あ、獣になった。ビースト。うんうん。なるほど。走ってる最中に。A を2回クイックに押すことによってこういうことができる。うん。驚いた？私にこんな力が。ET じゃないですか。ET パロじゃねえかこれ。さあ、あ、シルバーアワードだ。なんでだ。なんか実績が少なかったか。え、これはね、もう全部ヘイローにする。エクスチェンジするで、7万2000だからこれでオニキスが買えるだろ。エンター。チャプター6まで来ました。セーブかな一旦。どうしようかな、サーモンランやろうかな。ちょっと疲れてきましたね。なんかね、グラフィックがやっぱ綺麗だからね、ついつい見入ってしまうわ。こうグググググッと前のめりな感じで見入ってしまうんですけど、オプションじゃない、オプションじゃない。はい、というわけで、2番目の記憶。はい、いかがだったでしょうか。ベヨネッタ Day3 はですね、チャプター6まで。これはエンディングテーマですよ。あ、そうだ、サーモンラン、ちょっと待って、サーモンラン何時までだ。サーモンランやるかどうかはあれによって決めよう。サーモンランの時間によって決めよう。サーモンラン終わるまで時間に余裕があるんだったら、あ、明日の9時までか。じゃあまだ結構余裕あるな。実はね、もう一個やりたいなと思ってたゲームがあって、あの東京ウィードっていうゲームなんですけど、あのこれがね、あれなんですよ、あのいわゆるプッシャーになるという、タイマーのプッシャーになって、あのタイマーを、まあ、売りさばいてスコアを稼ぐみたいな、なんかそういうゲームみたいなんですよね。それやっていきたいなと思ってたんですけど、ちょっと東京ウィードのね、ちょっと待って、これエンディング、まあ、一旦じゃあ、この配信は一旦ここで終わります。Thank you for watching my stream. See you next time. Goodbye.
古の伝説。